こんにちは、富田です。今日はフレーズ紹介ということで Em7flat5A7Dm7 という時に使えるフレーズを紹介していきたいと思います。フレーズ紹介の第3回ですということで、今回は Em7flat5A7Dm7 という進行でのフレーズです。内容はね、もちろんコンテンポラリースタイルですね。はい、ここで紹介するのは全部コンテンポラリースタイルです。で、今回もどのような理論でフレーズを組み立てているかという部分に着目していただきたいなと思っております。では早速ね、フレーズ見てみましょう。今回はこんな感じですね。まあ、Dm にね、解決するマイナーの2-5ということで、 Em7flat5 の部分で Bb7のフラット5っていうアルペジオを使ってます。 Bb7のアルペジオの、5度音ね、半音下げたアルペジオですね。まあ、ここではね、シャープイレブンスって言わないのは、コードトーンとしてね、それを弾くので、5度を半音下げた形っていう風にね、シャープイレブンにしちゃうと5度ありきになってしまうので、テンション扱いになってね、なのでここではフラット5っていう風にあえて定義をしています。書いていますと。で、この B フラットメジャー7フラット5っていうのがどうなるかっていうことなんですけど、 B フラットメジャー7フラット5の構成音は B フラット D、E、A の4つの音ですね。で、ルート、サードで、フラット5でメジャー7という4つの音ですね。で、これを Em7 フラット5っていう目線からね、捉えると、フラット5でセブンス、フラットセブンスでルートでイレブンスっていう構成音になります。はい、サードなしでイレブンスを含む構成ですね。サウンドとしてはね、かなりダークな感じ、暗い感じの印象が特徴的な音遣いになりますね。はい、サンドが入ってないんでね、そのあたりもちょっと特徴的な部分かなと思います。続いて A7 の部分ですね。はい、ここですね。一見普通のオルタードっぽく見えるんですけど、実はコンディミを使ったフレーズです。で、コンディミの中に含まれるこの F シャープのトライアドっていうのが、このフレーズのポイントになってますね。で、 A7 の部分はコンディミを想定して弾いていますということで、コンディミの中に含まれる F シャープのトライアド、コンディミの中に含まれる F シャープのトライアドを強調しているっていうフレーズですね。で、 F シャープのトライアドの構成音っていうのは F シャープ、A シャープ、C シャープっていうことで、 A7 から見るとナチュラルの13th で、フラット9th でサードっていう3つの音ですね。はい、コンディミとオルタードの大きな違いであるナチュラル13thっていうのが含まれている。これがポイントですね。ナチュラル13th、これが入っているとやっぱちょっとね、明るいサウンドになるので、特にこのマイナーの2-5の中でこのナチュラルの13th入れてあげると、ちょっとこう浮遊感っていうかね、が強調される感じですね。アウトしているっていうか、浮遊感になるっていう、そういう感じのサウンド。フラット13になると綺麗にインサイドになっちゃうんですけどね、ナチュラル13thにしてあげることでちょっとした浮遊感、アウト感を加えることができますと。はい、っていうのが今回のフレーズの、ざっくりとした概要ですね。はい、ではちょっと楽器でね、弾いてみたいと思います。解説なんですけど、まず Em7 フラット5の時に、今回は Bb7 のフラット5、こういう感じのコードですね。これを弾いています。はい、Em7 フラット5の時にこういう感じですね。Em7 フラット5から見て、フラット5でセブンスでルートでイレブンスですね。ポイントは、サンドが入ってない、マイナーサードが入ってないっていうところがポイントかなと思います。はい、で、 A7 の部分では、コンディミを弾いてるんですけど、
ね、まあ、もともと青とかのねあるスケールですけど、これの中の F シャープっていうトライアドですね、はい、A7 から見るとフラットナインス、サンド、ナチュラルサーティンスっていう3つの音ですね、はい、この音をちょっと強調して弾く感じですね。それ以外はまあまあ、オルタード的な、まあ、ここではね、もうコンディミとは言わないですよね、これね、フラットね、シャープ9なんで、まあ、オルタード的に入ってきて、で、F シャープのトライアド、ここで入れてますね。ここで一気にコンディミっぽいというか、浮遊感が一気に生まれますね。で最後は、まあ、またルート7スで、この A7 のルート7ス弾いて、で、Dm の3度に着地しているという感じですね。のトライアドっていうのを強調して弾いている、これがポイントです。はい、ということでまとめですね。今回は Em7 フラット5 A7 Dm7 というコード進行でのフレーズを紹介しました。 Em7 フラット5の部分で B フラットメジャー7フラット5というアルペジオを弾いてます。 A7 の部分ではコンディミを想定して F シャープのトライアドを強調するっていう感じでフレージングをしてみましたね。理論的な部分をぜひ参考にしてもらえればと思います。はい、B フラットメジャー7フラット5、メジャー7のフラット5ってあんまり弾かないアルペジオだと思うんですけど、マイナー7フラット5のところではね、結構使えるので、はい、音も綺麗ですしね、僕はよく使います。で、まあ、A7 のところでは F シャープのトライアド、これがやっぱね、ポイントですね。はい、ナチュラルのサーティンスとフラットナインスっていうのがまあ含まれていると。でまあ、サードも入っているということで、きっちりコンディミとしてねサウンドしますし、ちょっとオルタードではないちょっと浮遊感のあるサウンドっていうのを作ることができるトライアドですね。これもぜひ試してもらいたいなと思います。ということでね、少しでも参考になれば嬉しいです。今回はねこれで以上となります。ありがとうございました。